はい、こんばんは、レイトプロジェクトの滝沢圭一です、今週も、抽選会と、先週からねやっております、座学、先週からね、やってる、座学の方も、合わせて、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日やります座学に関しましては、板の滑走面が白くなってしまった時、どうするの。よくあるのが、シーズン中、先シーズン滑り終わった後に板を保管しておいて長時間、何もしないでねポーンとほったらかしにしておいて、シーズンいいしようと思って、物置からポンと板を出したら、あれ板真っ白になってるみたいな、感じの時にね、使える方法です。でシーズン中も実際滑ってて滑走面が白くなったら使える、方法になりますので、ぜひ学んでいってください。どんな状況かっていうのをちょっと先に見せた方がいいですよね。これね、何とか見せましたね、いつも通りね。はい、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 こんな感じです。これ去年、僕が、シーズン中に、乗っていました TNT ですね。 TNT、はい、はい、グラドリオで乗ってました TNT になりますが、はい、すいません、これですね、僕、シーズン終わってから放置してました。放置しまして、滑走面がなんとドドーン、はい、わかりますかね、ところどころ白くなってるの、これこの辺とかズズズズズって上がってくる、この辺とか、ね、ズズズズズっていくと、もうほらこっち側、はい、白くなってますよね。もうね、カビみたいに、なっちゃってますね。別にカビが生えてるわけではなくて、俗に言われる板の、ね、酸化現象っていう、やつなんですが、科学的な、根拠は僕はよく分かりませんが、酸素と、ね、結びついたりとか、するエッジが錆びるのと同じような、感覚ですね。化学変化が起こってしまって、こういう風に白く滑走面がなってしまってますよっていうような、状態になっています。こういう状態ですと、基本的にですね、滑走性が落ちます。水分をね弾いたりだとかする能力がぐんと下がってしまいますので、滑走性が落ちてしまって、コントロール性能も落ちてしまいますから、できる限りこの白いのをまず取ってあげてきれいにしましょうっていうものになりますので、はい、では、分かりやすくするのにちょっと、ね、じゃあ半分にしましょうかね。板半分にして半分だけメンテナンスして半分は酸化した状態のまま、比べてみたいと思いますので、ちょっとテープ貼りますね。よいしょ、時間が、限られてますので板の、一部分だけそのやつを、やっていきたいと思います。はい、こんな感じで、テープを貼りましたので、こっち側の、面を、きれいに磨きまして、こっち側のやってない方と後で比べてみたいと思います。はい、ビフォーアフターという感じでね、はい、やっていきたいと思います。はい、ではまず、用意しておいて、これだけはね用意しておいてください。スノーボードショップだとか、スポーツ品店に行くと売ってるものになりますので、全くメンテナンスの道具を持ってないよっていう状態だと、さすがに、メンテナンスすることができませんので、最低限、初心者の方にこれだけは用意しておいてくださいっていうのを、今から説明します。これは本当に一番手軽な方法です。一番簡単な方法なので、誰でもできますし、どこでもできますし、そんなに汚れも出ませんから家の中でもできます。なので、ぜひやってください。はい、まずですね、必要なのが、どれか、使う順番というよりは重要な順番から、説明していきます。まずこれ、液体ワックス、ね、よくこの先端にスポンジのついてるタイプ、これでいいです、ね、もう一番手軽なタイプの、これワックスね、これ見たことあると思うんですけど、逆にも初心者の方でも持ってますね、さすがに ね、この液体ワックス、これは使います、これ使います。はい、と、はい、次重要なのが、ワックスに付随したコルク、コルク、これね、落ちた、コルクです、コルク、はい、これね、コルクです。はい、これ何に使うかって言ったら、ワックスの最終的な仕上げ、磨きの時に使います。なのでこれ用意しておきます、これ大事です。はい、で本格的なワックスする人はこれね、アイロンってね、ありますよね、ちょっと引っかかっ
ってやってますけど、はい、アイロン、これ熱処理するためのアイロンが必要ですけど、これ買わなくても、これ買えないね人いますよね。ここまではさすがにできませんよだとか、めんどくさいですよ、ここまでお金くれませんよっていう人に関しては、最低限コルク、コルク用意してください。コルクね、これ、これは用意してください。はい、でコルクもそんなに別に高くないですから、はい、ちなみにこのワックス大きいやつでこれいくらかな、2000円ぐらい、2000円ぐらい。ただこれよりちっちゃいサイズもありますから、もう少し安いやつ。ちっちゃいサイズちっちゃいサイズ持ってないですけど、ちっちゃいサイズもあります。はい、でこのコルク、コルクは、税込みで473円、500円切りますかね、500円切ります。これも用意してください。はい、で次に、はい、これね、汚れ落としね、リムーバーっていう液体ですね、汚れ落とし、ね、スプレータイプもあります。スプレータイプ、スプレータイプの汚れ落としもありますね。どっちでもいいです、別に、液体タイプのでもスプレータイプのでもいいので、汚れ落とし用意しておいてください。まあ、こっちのスプレータイプで2000円、液体タイプ1000円ぐらい、900円ぐらいで売ってますから、これも用意しておいてください。はい、で今日は液体タイプ使います。はい、液体タイプ使います。で、はい、ここから重要なやつ、ここから重要なやつ、はいはい、この酸化皮膜、白くなった部分を削り落とします。これからで削り落とすために必要になってくるのが、はい、透明なやつ、これなんだ、スクレーパーってやつです、はい、見えますかね、スクレーパーというアクリルの板なんですよね。アクリルの板、こういう、見えますかね、そう、この角度がいいかな、このぐらい、うん、これね、アクリルのちょっとしなりの効いた板です。この板があると酸化皮膜を削り取ることができますので、これ必要になってきます。はい、で、はい、ファイバーテック、これね、使ったことない人もいるかもしれないんですけど、あの板の、あの、まあ、なんていうかな、まあ、分かりやすく言えばヤスリみたいなもんですね。ヤスリみたいなもん、あの、食器を洗ったことある人は分かると思うんですが、あの普通のただの洗うスポンジじゃなくって、鍋とかそういうのを、あの焦げを取るときに使う方の硬い方ありますよね、ザラザラしてる、あれのちょっと強力版だと思ってください。それの、これね、これサイメって言って、白いのとあのグリーンのやつが入ってる、これがガリガリ削れるやつです。ガリガリ削れるやつ、これも酸化皮膜とか、毛羽だとか、そういうのをね削り取るために使うやつで、こっちはねワックスの仕上げ用で使う、あの最終仕上げの細かいやつになりますね。はい、なので、さっき言った食器洗い洗剤で言えば、こっちがね焦げを落とす、こっちが、グラスとか洗う方みたいな感じの、ね、使い分けになってきます。はい、で今回はこっち使います。はいはい、で以上必要なもの、はい、もう一回並べます。はい、使う順番で今度いきますね。はいはい、スクレーパー、はい、ファイバーテック、はい、あ、ごめんなさい、間違えました、はいはい、クリーナー、リムーバー、汚れ落とし、はい、汚れ落とし、次スクレーパー、ファイバーテック、ね、はい、で次にワックス、はい、最終的にコルク、ね、この1、2、3、4、5、5つ、ね、これだけ、はい、5つの、道具で、ね、やっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、では見ててください。まずですね、ここでやりますよね、この部分で、キッチンペーパーでもティッシュでも何でもいいです。こういうね、汚れ吸い取るやつ用意してください。それで汚れをまずね拭き取ります。よいしょ、タラタラーっと垂らしまして、よいしょ、はい、これね汚れをスーッと拭き取っていきます。これね、僕もシーズン終わりに乗ってそのままだったので、なんだかんだで汚れてると思います。はい、汚れてますね。でこういう風に汚れを拭き取ると、はい、こうなります。こうやって、はい、見えますかね、茶色くなった。こういったのかな、はい、ね、茶色くなりましたね、こういう汚れ、この部分ね、はい、汚れが出てきますので、汚れをまず拭き取ってください。はい、そしてちょっとね、これリムーバーが乾くと待ちますよ。お、
47名の方見ていただいてます。本当にありがとうございます。はい、質問とかあったらね、書き込みしてください。で、ライブ中に、おいしょ、質問を、返信できる場合もありますし、できない場合もあるので、あ、これすごいいい質問だなっていうやつに関しては後でね、あのコメントの方チェックさせていただいて、記入して、ね、返信させていただきたいと思いますし、逆にあ、これ絶対伝えといた方がいいってやつはメルマガだとかね、やつでまた追って詳細をね伝えたいと思います。コメント入ってますか？コメント入って書いてあるですね。はい、はい、いきますね。さあ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 、かわいいですね。はい、一回これで磨き上げたものをいきます。ちょっとね、お湯に乾かします。でよ、ちょっとドライヤーのバケットしますね。よいしょ。別にこれ今これ乾かすんですけど、よいしょ、これは自然乾燥でいいです。一般的には、一般的には自然乾燥してあげてください。今はちょっとね、時間がないので強制的に乾燥させますけど、こういうこういうこういう、この強制乾燥をまずさせちゃいます。 OK、 次は、出ました。はい、スクレーパーです。スクレーパー、ね、これで、削っていきます。でスクレーパーの使い方なんですけど、これ見えますか、この角度、板だと思ってください。板に対してイメージとしては45度ぐらいの角度でこう押していくイメージ、こう押していくイメージ、こっち、ね、決して真っ立てで立てたりとかこっち方向でこう削り落とすんじゃなくて、こうです。45度ぐらい寝かした上でさーっと撫でるように削っていってあげてください。そうすると、ね、板の表面が滑らかに仕上がる、ね、感じになってきますので、これ、ね、ちょっと注意してくださいね。はい、行ってみます。こうです。であ、指の当て方です。指の当て方は親指を板の中心側、ね、スクレーパーの中心側に置いて、両サイドを押さえるような感じで、こうしてスッと押していくといいですね。こういう感じで、こういう感じで押していくといいです。でこれ決してやっちゃいけないのが、こういう風にスクレーパーをしのらせる、ね、こうやってギュッてしのらして、うっ、て力入れないようにしてあげる、フラットの状態を保ちつつ優しくスーッと、ね、押していくようにしてあげてくださいね。はい、でなんでこれしのらしちゃいけないかっていうのは後で説明します。ではフラットにして削ります。まずは削ります。あ、見せた方がいいな、これ見せながらいきますね。どう状況、はい、やり方だけ見せるんじゃなくて、はい、見てください、ね、今こっち側やりますよ。こっち側で今このぐらい白いですね。白いのありますね。白いのありますよね。特にここまで立ちますよね。この部分白いですね。これ今削っていきます。撫でるだけでどんどんうっすらと削れていきますので、あまり力入れすぎなくていいです。力入れすぎるとあんまり良くない。こうやってちょっと見えるかな見えないかな、ここスーッとね、少しカスが乗ってるの分かりますかね。こんぐらい削れますね。うっすらと表面だけ削れます。でそうすると、はい、さっきと比べると、はい、だいぶ綺麗になったの分かると思います。はい、ここだけまだねちょっと残ってますね。ここだけちょっと頑固なやつ残ってますけど、それ以外はだいぶ綺麗になったの分かると思います。こっち側と比べるとね全然違いますね。こっち側と比べる、やってない方と比べるとだいぶ違うのが分かると思います。はい、ではこれなんでしのらしちゃいけないかっていうと、しのらせるとこれ本当は面で削りたいですよね。こういう風にこれって
この部分ってスーって残ってますよね。でもしならせるとこの真ん中の部分しか板に当たらなくて点で削ることになりますので、板自体が傷つきやすくなるのと、あと、板の、なんですかね、そのフラット平らにしてる板を平らにしてるにもかかわらずこうやってこう削っていくのでどんどん波打っていってしまいますので、なるべく優しく平らになるように削っていってあげてください。では次に出てくるのがファイバーテープ。ファイバーテープのね、さっきのグリーンですね、グリーン、はい、で、これね、今コルク使いますけど、コルクじゃなくてもいいです。平らなもので握りやすいものを用意してあげてください。ちょうどこのコルクがこういう風に握りやすくできてますので、すごく便利なので、これ使います。に対して、こういう風に、こう握りやすいに対して、こういう風に巻きます。巻きます、ファイバーテープ。こうやって巻きます。巻いて、こう削っていきます。はい、巻いたら、ここね。さっきやった場所にやっていきますよ。はい、こういうふうに削っていきます。そうすることで、どんどん白いのが、取れて綺麗になっていきますので、ファイバーテックもやってるうちに使ってるうちにだんだんこの削る能力が落ちてきます。残念ながらね、紙やすりとかもそうですよね。何でもそうですけど、包丁もそうですけど、切れ味ってどんどん落ちてくると思います。それと一緒で、使っていればどんどん、削り方が弱くなってくるので、ちょっとね方向を変えたりだとか、してみてください。方向を変えて削ってあげたりだとか、まあ最悪ね、何回も使ってる人だったら買い替えるっていうね、ことが必要になってきます。はい、はい、見てください。わかりますか、ね、はい、削れますよね。これ白いカスついてると思います。見えるかな、この角度かな、この角度かな、はい、まあ白いカスがねついてる、これが削れたやつです。酸化品とかね、削れたやつです。はい、で実際見た目はどうなってるのっていうと、はい、じゃじゃーん、いきますよ。すごい綺麗になってる、わかりますこれ。はい、さっきここがね一番白くて汚いところってここにありましたよね、白いところ。はい、なくなってます。はい、綺麗になくなってますね。はい、これで、酸化した部分の白い部分は削り取ったような状態。ちょうどねこれ上げていくと分かりやすいんですけど、さっきのこのテープのところまでやったんですが、ちょっと角度分かるかな、はい、このやった部分とこっちからしたらやってない部分だけでも、あ、この角度分かりやすいよ。もう全然ね、白さがこの黒の黒い色の、濃さが違いますよね。こっちの方だとなんか白くボケたような感じに、いくら角度変えてなってると思うんですけど、こっちの方だとこれね、艶やかな黒が蘇ったと思います。はい、ね、なのでこういう風にまず削ってあげる、表面を削ることでまず綺麗にしてあげるというのが、ね、重要になります。はい、続きまして、よいしょ、はい、出てくるのが、汚れ落としちゃって、こちらね、おいしょおいしょおいしょ、削りましたら、削ったのでワックスが入ってない状態になってますね。削ってしまった部分はワックスが取れている状態なので、はい、ワックスで今度コーティングです。でここから本来ね、ホットワックスとかでできる人はホットワックスやった方がいいんですけど、ホットワックスやらない人はスプレーワックスでもいいです。スプレーワックスの使い方、はい、スプレーワックスの使い方知ってます？これね結構重要なんですけど、まず振りますよね、逆さにしますよね。でここから重要なんですけど、シュッと押すとワックス出てきます。でたまにこれワックス出しっぱなしでブシューっといっぱいなってる人いるんですけど、このスポンジの意味を理解してあげてください。シュッと出したらスポンジで伸ばしてあげる、薄く伸ばしてあげてください。ブシューっと出しっぱなしにするんじゃなくて、シュッとスポンジに含ましたらそれをスッと薄く伸ばしてあげる、これだけで OK です。ワックスは大量に塗ればいいっていうものではなくって、薄くきれいに、伸ばしてあげた方が滑りが良くなりますので、大量に塗りすぎないようにしてあげてください。はい、はい、でスプレーワックスを塗ります。はい、で塗ったら次が、はい、出てくるのがコルクですね。これコルクで、これ磨き上げます。でちょっと半乾きになるまで少し待ってください。ワックス塗りたてだと液体の状態なので、コルクでいくら磨いてもただ液体伸ばしてるだけになっちゃいますから、少し半乾きにしますね。
半乾きの状態になるまで、ちょっと待っててくださいね。はい、ということで、はいはい、また強制的にドライヤーを使います。これもね、ドライヤー使わないでください、ね、ドライヤー使わないで、あの一般の人は普通にあのしてください。あの自然乾燥で全然 OK なんで、自然乾燥で半乾きにしてあげてください。はい、で半乾きになったら、はい、これもコルクね、さっきと一緒です。こう握りますね。こういうふうにこう、この指かけてこう握ります。で、はい、これを均一に磨いていきます。で、コルクをやる意味なんですが、あのこれに関してはまず一つは均一にワックスを伸ばすっていうのがまず一つで、次がコルクって摩擦抵抗ちょっと強いんですよ、普通の、なんですかね、他の布とかティッシュとかで。なので摩擦を与えることで摩擦熱を起こすんですよね。で、熱を発生させることによってワックスを板になじませる、ね、熱を発生、摩擦熱を発生させることによって板にワックスをなじませるようにしていきます。あれ、これってもしかして、はい、あら引っかかっちゃった、はい、これアイロン、ね、でワックスを熱処理をするためのアイロンありますよね、それと同じです。最終的には熱処理をするためにこのコルクがあると思ってください、はい、でこういう風に磨き上げていけばピカピカになって板が蘇っていきます。もう色違うの分かりますよね。こっち側のやってない分はこれ剥がしましょうか。テープ剥がしますね。じゃじゃん。はい。これ、酸化した部分を取ってワックスを入れた方と入れてない方、どっちが綺麗でしょう。もう全然違います。この辺分かりやすいですね。もうこの辺全然違いますよね。こっからこっち、こっからこっち、ね、ワックス、あのしっかりとこの白い酸化皮膜を削り取ってワックスを入れるとこういう風に板が蘇っていきます。逆に、こっちの皮膜のまんまで、ね、やってもワックスすぐ剥がれちゃいますから、基本的にはこっちに綺麗に磨き上げてください。そうすると、はい、板のグラフィックも綺麗に浮き出てきますから、はい、滑ってて裏を見せる技バキーンと、勝ち上げても板を勝ち上げても、かっこよく、見えますから、これ、ね、白いのまず取ってあげてください、はい、でこれで、まあ、簡単な、酸化皮膜の方あ、ね、取る方法を簡単に、ね、お伝えしたんですが、あとファイバーテックの白最終仕上げっていうので、これでね、撫でてあげてもいいです。さーっとこれで撫でてあげると、さっきコルクで伸ばした余分なワックス、上に板の表面に乗っかってる余分なワックスをさっとね、取り除くことより綺麗に仕上がります。はい、ではちょっと実験してみたいと思います。で、分かるかな、はい、ちょっとね、この水持ってきたんで、水水筒に水入れてきたんで、ちょっとね、ワックスの水の弾き具合を見ても分かりやすい。はい、これね、一番簡単なワックスですよ、今回やったのはね、一番簡単なワックスなんで、どれくらい弾くかはちょっとあれなんです。ワックス染み込んでるかなんて、すいません全然わかんないですね。はい、一応こうやってね、水分を球状にしてるんですが、このワックスかけてる方、ツルン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 、こうやって動いてるのわかりますかね。これ奥の方は、奥の方は水滴がこうやってスーッと動いてるのわかりますかね。手前動いてないですね。手前の酸化してる方、酸化してる方ってここに水溜まったまんまですよね。ここに水滴溜まったままですね。で、このこっち側、こっち側の方は横にすると水がスーッとスーッと流れてても分かりますよね。はい、動いてるの。で、これぐらい水に対する抵抗が変わってます。同じ角度で、板を傾けても水分が残る方、水分が落ちる方でね、変わっているのが分かると思いますので、それによって
ポンポン、あ、これ分かりやすいですね、はい、ポンポンとやったら、はい、こっちには水滴がよいしょ、いっぱいまだ残ってるんですが、ほぼこっちのワックスかけた方は残ってない、下のこっちの酸化してる方は水分の水滴がいっぱいパタパタパタっと残ってるような感じね、はい、でこれだけ抵抗が強くなってますので、滑ってる時にある程度縦に落ちるね、スピードが出るっていうのは、ワックス塗るともちろんなんですが、酸化取ってワックス塗ると、縦に走るスピードが上がるのはもちろんなんですが、板をこう横にずらす動作っていうのもやりやすくなりますので、ターンのコントロール性能だったりだとか、グランドトリックの板をずらす動きっていうのもね、実はやりやすくなりますので、そういった意味でもワックスをねしっかりやってあげるように、ね、してあげてください。それだけね、上達、の近道になりますから、ぜひぜひお試しください。はい、で、今回紹介した道具もう一回おさらいします。よしよしよし、そんなに物多くないですから5個5つ利用してください。あれ、1個なかった、はい、まず一番最初に、作業を始める前はまず汚れ落としましょうっていうリムーバーね、はい、これを用意しましょう、はい、スプレータイプ、これは液体タイプです、はい、で次に、酸化皮膜の、強いところ、ね、まあ、バーっと、ね、表面の一番強いところを削るためのスクレーパーね、これがどうかな、ガリウム酸のスクレーパーね、アクリルの板ですね、スクレーパーでこれで1000円ぐらい、900円かな、900円プラス税って書いてるんで、1000円ぐらいです、はい、で買います、はい、で次に、酸化皮膜の芯の部分までしっかりと削り落とすためのファイバーテック、ね、ファイバーテック、ファイバーテック、ファイバーテックはね、そんな高くないですね、ファイバーテックも、800円プラス税、ね、800円プラス税、買えます、はい、ほんと、そんぐらいかな、まあ、ちょっと値段変わってるかもしれないですけど、僕は古いんで、で、削りと終わった後に塗るワックス、ね、ワックスで、なるべくこれね、あの一般の方はフッ素入り選んであげてください。ただの、塗るワックスじゃなくてフッ素がしっかり入ってる、スプレーワックスの方がいいです。ワックスで最後に磨き上げるためのコルク、ね、でファイバーテックの最後、おいしょ、落ちちゃった、はい、最後に、さらに、ね、この白で磨き上げるといいですよって、ね、これはねこれでセットで2枚組で売ってますから、はい、別に買い足すことないので、はい、こういう感じで用意しておくと、このように、しっかりと酸化皮膜を通って酸化膜を通って、板にワックスが入りやすい状態にして、しっかりと、滑走することができますので、ぜひ、これからシーズン入りますよっていう方いらっしゃると思います、ね、まだシーズン、まだ逆に板を、物置から出してませんよってね、これから物置から出して、滑りに行こうかなっていう人はいきなりそのままねゲレンデに持っていくんじゃなくて、まず家の中で開けて見てみてください。板の状況どういう風になってるかを見てあげて、板の裏が真っ白になってるようだったら、今のようなね、作業をしてあげて、しっかりと滑れる状態にしてから、ゲレンデに行くように、してあげてくださいね。で今回教えたのは、お伝えしたのは、あくまでも一般的な方、本当に初心者に近いような、ワックスの一番簡単な方法をお伝えしたので、競技者の方だったりだとか、もっとスピード出したいよ、もっとワックスの中を長持ちさせたいよっていう人は、ホットワックス、ね、熱をかけるワックスだったりだとか、もっと違う方法っていうのがいろいろありますので、ブラシを使ったりだとかね、いろいろありますので、そちらをやってもらったらいいかなと思いますので、まずは一般的な方、ね、ではこの5つのアイテムを用意して、ぜひ、シーズンインしてもらえたらいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします、はい、ではこんなこんなで、はい、質問コーナーを受けたいと思う。お、まあ、なんだかんだもう40分ですね。もういつも時間が経つのが早くてすいません、本当に、はい、今日は、ただいま40名の方で見ていただいてます、本当にありがとうございます、はい、ワックスかけたことない人いますかね、実際本当に。で、あ、山本さん、スタンスの幅の広さを教えてください。僕は167センチの身長で、今スタンスの幅56センチに、していますね、昔は、本当ワイドスタンスっていうのが流行った時があったんですよ、僕がジバーだった時ですね、結構もうジブばっかりやってた時は62センチぐらいまで広げてましたね、思いっきりガーンと広げてたんですが、最近はやっぱりカービングやることが多くなってきたので、板をしっかりとしならせる、フレックスを使いやすいようにっていうのにだん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 閉じてきて、今56センチのスタンス幅でやってます、はい。あ、またなんかまたコメントが見れない、これで見れるかな、
岡田さん、はい、スプレーワックスの持ちの長さ、ホットワックスの持ちの長さって違いますよね。おのおのどれくらい持つものですか。はい、いい質問です。すごくいい質問です。どれくらい持つかっていうのは、正直雪の状況だったりとか、滑走状況によっても変わります。例えばアイスバーンのガッチガチのとこ滑ったら、ワックスの持ちは早い、減りは早いです、ね、どん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 削れていっちゃいますので、ワックスが削れるっていうより板の滑走面まで削れていく可能性がありますので、アイスバーンだと長持ちは悪いです。逆にパウダースノーだとか、板の抵抗がもともとないような状況で滑ると、ワックスっていうのは長持ちしていきますね。あとは逆にワックスが持ったか持たないかっていうよりも板が汚れるっていうのもあるので、春先の汚い雪、ちょっとね表面が茶色くなってきたりとか黄色くなってきている雪の上を滑るとワックスの上にさらに汚れがついちゃうので、ワックスの持ちっていうのはその汚れがつくかつかないかっていうので滑走性能が変わったりとかしてきます。はい、で実際じゃあ同じ雪の状況で、トップシーズンの綺麗な雪だとしましょう。トップシーズンの綺麗な雪のゲレンデの圧雪された雪だとしたら、スプレーワックスは半日に1回塗ってあげるのがいいです。正直、午前午後、まあ、2時間ぐらいかなぐらいのイメージで塗ってあげた方がいいです。はい、でホットワックスに関しては、まあ、1日は持ちます。でできる限りホットワックスをやってる人っていうのは板を育てるってよく言うんですけど、ワックスがゼロになってからワックスを入れるんではなくて、ワックスを何度も何度も、ね、入れて重ねていくんですよね。そうすることで板にワックスがスーッと芯の方にまで染み込んでいて、ワックスが抜けなくなりますので、そういうしっかりと板を育った状態までホットワックスの方はやっておけばそう簡単に抜けないです。1日や2日で。ただ1回だけタラッてホットワックスして滑ったら1日ぐらいで抜けちゃいます。その層ができてない。逆にそのスプレーワックスの場合は、液体のワックスの場合は芯まで染み込みませんので、もともとの、ね、ワックスの、量が少ない、ワックスの量っていうか、ワックスの構造自体が芯まで染み込まないようになってるんですよ。でどういうことかっていうと、パラフィンって言われるこういうワックスありますよね、を液体、こういうリムーバーって言われる溶剤ですね、有機溶剤で溶かして、それを缶の中に封じ込めてるだけなんですよ。ね、わかります？ってことはこの固形ワックスの固体自体がこの中にゴンと全部入ってるってことはありえないですよね。ありえないですよね。なので本当にごく微量のものがこの中に入って、液体がほぼほぼの量になってますので、表面に塗ってるのはほんのちょっとのワックスを、そう、乗ってるだけになりますから、ホットワックスを塗るよりも、まあ、だいぶワックスの量が少ない、薄い、中に染み込まないような感じにはなりますので、まあ、そこはしょうがないかなと思います。はい、なので、おすすめはスプレーワックス使ってる方は、滑走性をスプレーワックスで持たせたいってことは、なるべく午前午後で、塗り、分け、追加してあげるような感じで、ホットワックスを、まあ、さっとやってる人は、1日の滑走で1回、ね、で芯までしっかりと染み込ませて、ね、もう何回も何回も何十回も、塗ってる人に関しては、まあ、その都度の滑走性能を見ながら、塗ってあげるといいかなと思います。はい、ほい、生塗りについて必要があるのかなと。あ、はいはい、生塗り必要ですよ。僕もジョーカーっていうワックスをいつも携帯してます。こういうやつ、ジョーカーっていう生塗りのワックスを携帯してます。で、こういうね、固形のワックスなんですけど、ジョーカー、こういうやつ、ドゥ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 、ここね、リップクリームみたいに出てきます。はい、こういうワックスで、これをスーッて塗って、まあ、さっきの一緒ですね、コルクみたいなので、磨くんですが、塗ってます。でも生塗りに関しては滑ります。正直ピンポイントで、その代わり持ちは悪いです。固形のものを上に乗っけるだけですから、基本的には染み込まないので、全く持ちはもう悪くなってます。持ちはないです、悪いですけど、滑ります。なので常にポケットに入れて、あ、ちょっと今日気温が合わないなとか、ワックスにもね、気温、温度帯っていうのがあるので、あ、ちょっと滑りが悪いなだとかいうときはすぐ塗りをしています。で、こういうスプレーワックスよりも、例えばちょっと特化してるんですよ、こういうのって、これは例えばフッ素がしっかり入ってる、ワックスだったりだとか、スピードワックスって言って、もっともっとフッ素の含有量がすごい多いやつっていうのもありますので、例えばこれですね、僕これ撮影の時とか使ってるやつなんですけど、スプレーのフッ素ワックスね、
これはめちゃくちゃ走ります、めちゃくちゃ走ります。ただ値段も高いです、ね、これでこのスプレー1個で2700円プラス税なんですよ。なのでこれは安いです。ジョーカーはすごいおすすめ。これで固形で1600円プラス税なんで、滑る生塗り、ね、ロブワックスって言われるやつは高いんですよ、値段が高いくて、あれなので一般的ではどうしてもないので、一般的な方はこちらスプレーワックスをまず塗ってあげる。でさらに滑走線をピンポイントで求めたい人はこういうねロブワックスという生塗りのやつを、使ってあげるようにしてあげてください。で生塗りの方はスプレーワックスだからとかホットワックス塗ってるからとか言うんじゃなくて、さらに上に塗ると滑りますので、どっちも使えます。はい、これおすすめです。はい、アイロンでの取り方も教えてください。あ、わかりました。今度はちょっと今日は時間ないので、ホットワックスは、今度やります。ホットワックスの塗り方みたいなので、ね、前回塗りっぱのやつ、前々回は塗りっぱの塗り方だったんで、今度ホットワックスのやり方もね、やっていきましょう。ただホットワックスに関しては結構動画検索するといろいろガリウムさんのオフィシャルのやつとかも、ホットワックスのやり方はしっかりやってるので、動画で YouTube とかで見れるので、そっち参考にしてもらってもいいかなと思いますね。はい、スプレーとペーストどっちがいいの？好みです、ペーストちょっとペースト新しいのないんですけど、こういうペーストっていうのこれですね。ロブワックスも僕いろんなの持ってますけど、これペースト状のやつ、ちょ車のワックスだとお想像してもらえるといいと思いますけど、こういうやつ、よいしょ、はい、こういうやつですね。車のワックスみたいにワックスが入ってて、このやつスポンジで取って伸ばしますよっていうやつになってます。はい、こういうのもあります。で僕はなんだかんだ一番使うのはペーストよりもジョーカー使ってますね。でこれ固形なんで例えばレッスンの時とかもポケットに入れたまんま持ち歩いてても邪魔にならないんですよね。でその場でスーッと生徒さんのやつ板走んないよ、ワックス入れてなかったよっていう人にはこれを塗ってあげるだけで復活するのですごい。でなので結構このジョーカーって重宝してます。逆にスプレーのやつポケットに入れたくないですよね。こけた時とかスプレーとか破裂したら絶対嫌なんで、スプレーは持ち歩かないです。なので、撮影の時だけなんですかね、カメラバッグに入れておいてスッと塗ったりとか、大会とか出てる人は大会で荷物持ってカバン持ってってとかね、そういう風に使ってするといいかなと思います。はい、でペーストに関しては春にはね滑るんですよ。これペーストも一応液体っていうか、ね、ジェル状なんで、ジェル状って何て言うんだろうな、ペースト状なんで春 の、 水分の多い雪には効くんですけど、トップシーズンの結晶雪、北海道でマイナス5度とかマイナス10度っていうマイナス気温になったパウダーでは滑んないですよね、全然。なので、結構オールマイティなのがこのジョーカー、この固形のやつ、これはトップシーズンの寒い時でも走るし、逆に春の、シャバ雪でも走るような感じなんで、その生塗りでも種類があって、滑る雪、滑んない雪っていうのがどうしても出てきちゃうので、一応大体そのやつにオールラウンドみたいな、どんな雪でも滑れますよって書いてるんですけど、実際試すと、このやつはこの時に合ってるな、こういう雪に合ってるな、このやつはこういう時の方が滑るなとかいうのがあるので、ちょっと試してみるしかないかなと思います。はい、ホットワックスは1回滑ったら次に滑りに行くときはホットワックスをした方がいいのですか？はい、した方がいいです。もしホットワックス、さっきの説明もあったんですけど、ホットワックスをもしまめにできるんだったらいっぱいやってあげてください。やればやるほど板は育ちます。板の芯の中にこうやってね滑走面があったら、その上にこれ、滑走、なんていうの、これだと思ってください、ね、これが板のソールの素材だと思ってください。スポンジみたいになってるんですよね、実は。よーく顕微鏡で見ると。で、表面にただワックス塗っただけだと、こうです。ロブワックスとかね、今のやったワックスの状態、こういう状態。このスポンジの上にワックスがね、こういう風に乗っかってるだけなんですよね、結局。なので、これがポーンと削れたらすぐ終わりですよ、っていうやつ。で、ホットワックスに関しては、これが液体なので、熱をかけた時に液体になって、こう染み込むんですよね、ザーッと。こういう風に。ね、こういう風に染み込んでいくんですよ。染み込んでいって、最終的に染み込んだワックスがずっと板の中に残っていって、徐々に徐々に滑っていくとワックスが染み出てきますよ。染み出っていうかちょっとおかしいけど、表面に出てくるような感じなんで、非常に長持ちするんですよね。で、
これを何回も何回もやればやるほど上から上どん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 蓄積されていって、どんどん芯の方にねワックスがギューッと沈み込んでいきますので、回数こなした方がいいです。よくねあのワックスマニュアルとか見ると1回は、15回ぐらいやってくださいとかいろいろ書いてると思いますので、それ本当です。やった方がいいです。やればやるだけ、ワックスを、染み込みますので、ぜひ時間がある方、手間を惜しまない方、ぜひワックス塗ってあげてください。はい、あとは、今年フッ素ワックス、ガリウムグラス、あ、そう、ちょっと戻ります、すいません。あと、あのその今そのホットワックスを何回もやった方がいいですかっていうことなんですけど、まあ、やった方がいいのにパラフィンワックスです。これもいいじゃないですか。パラフィンワックス、ちょっとガリウムしかないのでガリウムで説明しますけど、こういうパラフィンのワックスね、フッ素の入ってないワックスを何回も塗ってあげてください、ね、フッ素の入ってるワックス、こういうねフッ素の入ってる固形ワックスに関してはあくまでもトップコート、一番上にこういう風にワックス塗った後の一番上に塗るやつなので、これを何回もやってもフッ素自体は板に染み込まないので、板が育つことはないです。なのでできればこっちパラフィンの方をどんどんしてパラフィンの方を何回も何回も塗るようにしてあげてくださいね。はい、今日はいっぱい物を落としてる、はいはい、で、フッ素ワックス、ガリウム、紫を使ってますか。ノーマル紫タイプと差が分からなかったのですが、フッ素ワックスは何か特別な、ものがありますか。はい、フッ素ワックスと多分これだと思うんですね、はい、フッ素ワックスによってちょっと紫落ちちゃった、あるかな自分、ハイフッ素とローフッ素があるんですけど、ローフッ素持ってないかな僕。まず種類があって、パラフィンね、ろうそくのろうのような板に染み込む素材ワックスと、ハイフッ素、フッ素がいっぱい入ってますよっていうワックスで、ちょっと僕が、あ、これもハイフッ素、持ってないんですが、ローフッ素って言って、あんまり、まあ、パラフィンよりフッ素は入ってるんだけど、ハイフッ素よりもフッ素の量は少ないですよっていうやつもあります。でそれはもうフッ素の量によって値段がバゴーンって変わるんですよ正直。でフッ素自体はものすごい高い、材料なので、フッ素の量を多くすれば多くするほど値段が上がります。なので、まあ、一般の方がそこまでフッ素を、ね、必要としないっていう人はこれローフッ素を買う人がいるんですが、ちなみにこのワックス1個で、3200円プラス税ぐらい結構します、値段がしちゃうので。でさっき言ったねこのスプレーとかね、だってこの中にフッ素の、ワックスが入ってるだけで2700円一気に値段上がっちゃいますから、さっきのこの大きさ比べたら分かりますよね、全然違いますよね大きさ、なので、あ、これ空いてるやつ、はい、こんなに大きさ違うんですよ、こんなに大きさ違って、こっちの方がちっちゃいのに、ちなみに量はこっちは、内容量 70mg、 こっちは書いてるかな 220mg、 半分、3分の1以下、3分の1以下にもかかわらず値段はこっちも高い、ね、値段は2700円、高くなる。フッ素が、ね、多くなれば多くなる値段が高くなるんですよ絶対。なのでそのコストパフォーマンスって、自分がどれぐらいのものを求めてるかで、フッ素の含有量っていうのを、調整する、予算によってね調整する必要があるので、そのフッ素がめちゃくちゃ入ってるやつは滑ります。正直もうこのフッ素入りじゃないワックスを使ったのと、フッ素入りのワックスっていうのを使った時の差っていうのは本当に分かります。で大会の時とかもスピードワックスって言って、本当のスタートのパッっていう一瞬しか走んないワックスもあるんですよ。一瞬だけバゴーンって走らせるフッ素ってあるんですけど、それとかは1万円超えます。こんぐらい、こんなちっちゃいやつ、こんなちっちゃいフッ素で1万円とか普通にするんです。スピード競技やってる人とかは使うワックスなんですけど、僕も昔ねハーフパイプやってる時使ってました。そういうワックスもありますから、そのフッ素の含有量によって差はガッと出てきます。あとは雪質です。雪質が例えば水分の多い雪、春ですね、春の雪はすごいフッ素のありがたみは分かります。フッ素が入ってるのと入ってないのを使った時はもう全然スピードが違うし、コントロール性能変わってきます。ただ今の時期、どんな雪で滑ったかっていうのもあるんですけど、例えば人工雪ね、
人工雪っていうのは氷を砕いた雪なので、もともと滑走面よりもあの氷が硬いんですよね。なので結構フッ素ワックスを入れてるは入れてないに関わらず、いざって走るんですよ、あれスピードが出る氷の上を滑ってるので、なのであまり差は感じないと思います。あとパウダー、マイナス気温ですごい気温がマイナス20度とかに低い時はフッ素入れようと何しようと板が走んないので、その時はあんまりフッ素をこだわっても意味がないな。なので雪質がシャバ雪って言われる春のぐしゃぐしゃの水分の多い雪ではフッ素っていうのがすごく必要になってくるし、トップシーズンのめちゃくちゃ寒い時は、フッ素入れてもそんなに差は分からないですよっていう状態で、あとはどっちにしても走る、アイスバーンだったりだとか、そのアイスクラッシャーって言われるね、氷を砕いた、雪に人工雪に関しては、フッ素を入れた方がいいですけど、入れなくても、スピードはそんなに多少変わらないかと思います。ただフッ素を入れておくと、これスピード出すためって考えちゃうと、ね、そういう風に分けられるんですが、板を長持ちさせるとか板を傷つけないって考えると、フッ素って滑りが良くなるんですよね。摩擦抵抗が少なくなるので、それだけ傷がつきづらくなる状態になりますから、この時期の人工雪でも入れとけば、板は長持ちするかなっていうのはありますね。はい、はい、ではホットワックスの時の汚れ落とす方法を教えてください。はい、汚れ落とす方法はね、もうリムバ使っちゃってください。これでいいです。昔はホットワックス何回も塗ってクリーニングワックスって売ってたんですよね。あるかな今、あ、これだ、白いね、こういう安いクリーニングワックスっていう、白いワックスね。で、何回もやってワックス汚れ落とす、場合もあったんですが、それをやった方がいいですよっていう人もいますし、僕は、もうそれを何回もやっているうちに汚れ自体が板に浸透した時あるんですよね。汚れが、黒い汚れが板に染み込んじゃ、ワックスと一緒に板に染み込んじゃって、いくら削っても落ちないっていうのが出てきちゃうので、それが嫌なので、もうさっさと表面の汚れはこれ落とします。クリーナーでキレイにしてから、キレイなホットワックスを染み込ませるの方が、僕は板を長持ちすると思いますし、板をキレイに使えるかなと思いますので、これはいろんな理論がありますから、それどれが正しいっていうのもないですけども、僕はこのもうリムーバーガンガン使います。汚れ落としちゃいます。で染み込んだワックスがリムーバーによって出てくるっていう人いるんですけど、リムーバー自体は中に染み込みませんから、中にワックスが入ったものに対してこれをかけたから中のワックスが全部出てくるってことはまずないので、表面のワックスを汚れ落とすんだったらリムーバー全然使っちゃってください、ね。はい、これはいろんな人はいるので反論する人もいると思うんですけど、僕はそういうふうに考えてます。はい、はい、あ、いいですね。ベースしっかり2回以上、はい、入れてる大森さん、はい、いいと思います。はい、シーズン中もベースを塗り直した方がいいですか？もちろんです。はい、何回もやってあげてください。ワックスは滑れば絶対落ちていきますので、放置しておけばワックスはどんどん抜けっぱなしになっちゃいますから、どんどん、ね、ベースワックスを入れてあげてください。で、温度帯ありますからね、ベースワックスにも、さっきいっぱい落としちゃったんですけど、よいしょ、あ、どっか行っちゃった、ピンクないですけど、ピンク、はい、ベースワックス自体にも温度帯がありますから、ピンクとか紫とかブルーとか、各メーカーいろんなのありますけど、メカリウムさんだとこれ3色プラス4色でグリーンありますから、その季節によって、分量変えますね。その季節によって、季節の、気温が高い時だったらピンクを多めのベースにしたりだとか、寒い時だったら青、固めの、ね、A ベースを多めにして、回数を多くして、板の、ね、浸透しているワックスの量を調整することで、滑走性が上がったりとかしますからね、それもありだと思います。ただ最近のね、ワックスを長持ちさせたりとか、板を、なんですかね、しっかりと育て、板に傷をつけないだとか、そういう面を考えると、硬いワックスを常に多めに入れておくっていうのもありです。一般の方は、ね、競技者の方ほどスピードを求めてない方は別にそこまでこだわる必要ないと思うので、だったらどうせ、ね、板傷つくの防止だとか、で可能な硬めのやつを、常に入れておくといえば板を長持ちしますよっていう理論もありますね。はい、あ、そうですね、1週間前にホットワックス塗る方はベースワックスを固くしておけばいいです。外すって言うんですけど、温度帯を外しちゃうとワックスって、実はワックスを全く入れてない人よりも走んない時って実際あるんですよ。例えばどういう状態かというと、こういう柔らかいワックスね、これピンクでプラス10度まで対応してるワックスなんです。これを入れた状態ね、これを、量多く、しかもトップに塗っちゃった時にマイナス15度まで下がったら全く滑んないです。
だったらワックス入れてない人の方が実は滑っちゃう。だったら、外すのも嫌だったら硬いのやってください。もう硬いので、これだったらマイナス12度までいけるタイプね、ブルーレットで、マイナス3度からマイナス12度っていう状態なので、ほぼほぼの雪で ある程度滑走性を、出すことができますので、まずは寒いワックスを入れておくっていうのが、前提になる。温度帯が分かんない、その1週間後の気温だとかが分かんないときは硬いの入れておいてください。硬いの入れておけば外しづらいです。で、硬いの入れておいて、例えば気温がドーンって上がっちゃってシャバシャバに雪になっちゃいましたよって言ったときは、はい、これが出てきますね、はい、ロブワックス、ね、あーシャバシャバになったっていうときはこういうペースト状でもいいです、固形状でもいいです、スプレー状でもいいですから、フッ素を使う、ね、このベースワックスの上にフッ素を塗ればシャバシャバの気温が上がった時でも滑りますから対応できます。逆にさっき言った、はい、柔らかいの入れておいて、高い温度のやつ入れておいて気温が下がっちゃったら対応できないです。なのでそういう風にしてもらえるといいかなと思います。まあこのジョーカーはね、でも使えますよ本当に。僕このジョーカー大好きなんでジョーカーいつも使ってます。はい、はい、あ、傷のね、傷の直し方、この前も出たんですよね、質問ね、傷の直し方って。僕ね、傷直さない人なんですよ全然。なので直す道具持ってないですよ実は。で、今日ハーフパイプの競技者やった時は傷ついたら影響あるんで細かく直してたんですけど、常に。ただ僕一回地場だった時があって、3年4年ぐらいかな、ずっと地場やってて、板傷だらけのまんまいつも滑ってたんで、それからあんま傷気にならなくなっちゃったので、ホットワックスの硬いやつをざっと塗って傷を埋めて普通に滑ってます。角だけ取れば全然気にならないので、まあ、僕のやり方はそんな感じです、はい、なので逆にリペアっていうやつを、まあ、教えることもできるんですけど、ちょっとリペアキャンドルとかそういう道具持ってないのでちょっと申し訳ないです。これ僕そのうち道具が手に入ったらお伝えしたいと思います。はい、あ、いいですね大森さん、はい、ブルーでいいです、ブルーで、はい、オールラウンドのベース、はい、オールラウンドのベースって、ね、ないんですよ実は。オールラウンドって言われるのね、逆に安いやつなんですよ、安いやつ。これね、ちなみに温度帯が分かれたやつって そんなに値段変わらない、温度帯分かれたやつで1100円ぐらいなんですよ。で、逆に温度帯が分かれてないやつ、これさっきも話に出てきたように白いワックスね、汚れ落としたりとかする、僕たちはクリーニングワックスって呼んでるんですけど、中が白いやつになるんですけど、はい、はい、これ全然違いますよね、色ね。で、これが一応ね、オールラウンドワックスって言われるやつなんですが、単純に言えば生成してない状態のワックスらしいです。ワックスって硬さで分かれていくんですけど、硬さって粒子の大きさなんですよね。粒子が大きかったら柔らかいワックスになって、粒子が小さくなったら密度が高くなるので硬いワックスになっていくんですね。で、その差がこういうピンクだとかブルーだとか紫っていうのはしっかりと生成して分かれてる状態で、やってるんですが、こういう汚れ落としのとか、で使うクリーニングワックスっていうのはそれがされてないような状態なので値段安いんですよね、その分。で、その分、細かい配分がされてないので温度帯設定はないので、まあ、オールラウンドって言われるような感じにはなってます。ただこれは逆に言えばさっき の話でいくとピンクが多い場合、ピンクが多かったり紫が多かったりとかブルーが多かったりとか、中の粒子の量がちゃんと生成されてない分、どんなワックスになってるかわからない状態で自分でコントロールができないんですよ。なのでだったらもう硬いの L2 が硬いのにときはオールラウンドで使います。剥がすのちょっとめんどくさいですけどね、はい、そんな感じになってきます。はい、いいですね、重さ分かってますね、はい、そうです。ローフッ素ね、さっきちょっと値段だけのフッ素の差にって言っちゃったんですけども、ローフッ素の需要としてはフッ素ってフッ素ワックスを入れるとそのフッ素をしっかり剥がさないとベースワックス染み込まないんですよ実は。なので結構面倒なんですよ、そのフッ素を落とすって。フッ素を落とすための専用のリムーバーとかも売ってるんですけど、僕もそれ持ってないですけど、そこまで持ってないですけど、なのでローフッ素はそのフッ素を落とすのも早いですから、この時期シーズン頭だとかトップシーズンだとかまだベースをワックスをしっかりと板に染み込ませてなくて、これから板を育てたいですよっていう時期にはローフッ素を塗っておいた方が、その後ベースワックス入れやすいかなと思いますね。はい、どんな感じでしょうか。はい、ちょっと抜けてるやつも
あるとは思うんですが、また後ほどね、ちょっとメッセージの方は、チェックしていけばいきたいかなとは思います。はい、という形で、まあ、ちょっと結構ね、今日は初心者の方、一般の方がいたらね、白くなった時に、きれいにする方法というのをお伝えしたんですが、どっかどうぞちょっと質問の方がいい質問がいっぱいありましたので、いろいろね、こういう、どっちかといえば、なんか、ホットワックスの話になっちゃいましたけど、まあ、どんどん質問ください。はい。次回もね、ちょっとそんな感じでやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。で、来週の抽選会の発表です。来週も豪華です。はい。来週の抽選会はこちら。じゃん。はーい。インハビタントの、撥水パーカーでーす。ね。ジップ付きのパーカーで裏がフリースになってますね。すごいですよこれ。ちょっと僕も着てたやつなんであれですけど、はい、中フリースで表面がストレッチの効いたニュンニュンニュンって伸びる撥水パーカーになってるので、すごいですよこれ。見てくださいね。撥水します。ペロペロ。バンバン水弾きますからこれ。すごいんですよこれ。ほらほらほら。あ、全部水なくなっちゃった。はい、パンパンパンって水染み込まないんで、すごく、便利ですね。はい、っていうパーカーを来週はプレゼントしちゃいます。サイズは何本なんだろうこれ。サイズ M サイズです。 M サイズ僕も着てたので、結構調子いいサイズですよ。はい、着るときに全然着れるサイズになってます。で、迷彩調ですね。ちょっとね、オリジナル迷彩って感じの最大のデザインになっている。はい、ぜひこれをね、準備でき次第これも、抽選会申し込み始めますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、撥水パーカー流行ってますね。本当に冷凍でも作りたいんですけどね、なかなか、そこまでのちょっとコネクションがなくて、どこでお願いしたらいいのかなと思ってるんで、ゆくゆくは撥水パーカーも作れたらいいな持ってます。ぜひよろしくお願いしますね。はい、撥水パーカープレゼントとなります。はーい、という形で、今日もそんな感じですかね。はい、結構長い時間、あ、すごい1時間10分もやってる。はい、本当に長い時間お付き合いありがとうございます。はい、ちょっとまた喋りすぎましたね。僕の悪い癖なんですが、喋り出すのに止まんなくなっちゃうので、あとはちょっとね、あ、そうこんな感じでワックス、今日見て、今まだこの時間まで見てくれてるってことはワックス結構ね興味ある方多いと思うんですよ。で、ちょうど僕今日ガリウムさんから今年のねワックスのサポートの分の量が届いて、新しいワックス届きました。これ紹介したいと思います。じゃじゃん。ディーコントロール。はい、これ何かっていうと、こういうグレーの黒っぽいワックスなんですが、Dコントロールって何かというと、ここ見てもらえると分かるんですか、見えますかね。交差用、はい、日本の春雪用に開発されたワックス、専用ワックス、交差専用ワックスが出ました。去年ガリウムさんから限定、数量限定で発売されたワックスになるんですが、これが満を持して今年から通常の定番商品として発売されることになりましたので、ぜひ春、汚い雪の上で滑る人にはがっちりおすすめしたいワックスになりますので、ゲットしておいてください。で、なんだかんだ前もあったんですけど、例えばヌリッパが発売された時もあったんですが、結構ねシーズン頭に売り切れちゃうんですよね、こういうワックスって。で、使いたいのって春じゃないですか、この交差用なんて。思いっきり春に使いたいと思ってるのにもかかわらず、春までもう在庫が残ってなかったら完売してしまいますので、手に入らなくなっちゃいます。なので、春の黄砂で、滑りたい、黄砂で滑りたいちょっとおかしいですけどね、春の、雪でもしっかり滑りたい、黄砂が降る季節だから3月後半から、ゴールデンウィークまでの間かな、の時期まで滑りたいって方はぜひこのリコントロールで、ね、ゲットしておいてください。はい、これは本当におすすめです、ね、日本の雪専用で作られたワックスになります。ガリウムさんならではという感じですね。もう黄砂の上でテストをして、黄砂で板が汚れない、活動性が落ちないように、ね、開発されたワックスになりますので、ぜひお願いします。は
い、これはね、でもね、ちょっとね、値段高っ高っ、失礼ですけど、はい、すごい、あの、3800円です、これ、ね、3800円、ただでかいので、あの、フッ素ワックスのこれ薄いやつの倍ありますから、はい、倍の厚さなので、あ、そう考えたら全然ですね、フッ素より安いですね。あの、フッ素がこれ3200、ハイフッ素って3200円なんですよ。で、こっちが、3800円なので、これの倍入ってるから、まあ、そんなんでもないですね。ハイフッ素よりは値段安いので、今まで、あの、春シーズンにハイフッ素を使ってた方に関してはぜひ今年これお試しください。 D コントロールね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、僕もこれ早く春に試したいですね。はい、あと、まあ、ちょっとこれ、あれですね、スリッパーのオールラウンド入ってきました。前々回の、座学の時にスリッパーの塗り方っていうので、青でね、青で、説明してたんですが、今年から発売されます紫のね、全雪質対応型のやつが、手元に届きましたので、ちょっとこれをしばらくね、僕は使えていいかなと思います。はい、そんな感じですね。あとはちょっとね、こういうやつでいろいろ入ってきてるので、また今度は説明したいと思います。ハイブリッドベースっていうちょっと固めのベースだったりとか、春の、春じゃない、夏のキングス用のワックスが届いて、今キングスのように届いてもしょうがないんですよ、ありますので、はい、以上となります。はい、では、今回は、お伝えしたのは、まず板の酸化の取り方で、酸化を取った後にしっかりと一番簡単な、ね、ワックスの塗り方、説明させていただきましたので、ぜひこれからシーズンインするっていう方はね、参考にしてみてください。はい、それでは最後に、はい、乾杯でまた締めたいと思います。では皆さん、今週も1週間お疲れ様でした。そして来週また1週間思いっきり楽しみましょう。乾杯。うまい。